はい、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。ショス鬼滅の刃一番くじ、またもや煉獄杏寿郎が劇場版から2年経った今 A 賞のフィギュアになっています。ちょっと長生きすぎん。というわけで今回もポタちゃんの煉獄さん目当てで一番くじを引いてまいりました。何回引きましたか？今回もいつも通り10回勝負で挑戦してきました。今回のラインナップは A 賞煉獄杏寿郎フィギュア、 B 賞富岡義勇フィギュア、 C 賞胡蝶忍フィギュア、そして D 賞ビッグメタリックアートシート。これが全2種になってて、劇場版の煉獄 VS 赤座のイラストと龍角編の滝兄弟に立ち向かう炭治郎とうずいさんのものになっています。これ店舗に置いてあるの見たんだけど、めっちゃ欲しくなっちゃった。そして E 賞アクリッツキーホルダー、これはアニメの名場面が施された全14種。そして F 賞キュンキャラ小皿、これめっちゃ可愛いよね。 G 賞チョコノコラバーマスコット全15種。めっちゃ可愛いのこれ、ね、私はさすがにねずこが欲しい。なんで今回も私は会場狙いです。はい、一番なくて欲しい衣装アクリツキーホルダー。アクリツキーホルダー、まあ YouTuber としてはこういうシーンがあってさっていう時にアニメの画像貼れないけど、そういう時にこうやって出せるっていう利点はあるかな。衣装限定的すぎる。10回中いっぱい引いてそうなんだよな。3ゼロではないです。じゃあじゃあゼロではないって何。せーの、バッ。あ、かわいい。にゃんにゃんです。え、かわいい。いやー、煉獄さんも表情最高なんだよな。え、子供向けのグッズかと思ったらこれ対象年齢15歳以上らしい。そうなんだ。じゃあ2に抑えたということはありますよ。これまだ8つあるから。 F 賞キュンキャラ小皿、でもこれ普通に欲しいんだよな。ってなるとこちらが3かな。いや、ランダム多めにしてくれるのはうまいですね。いきます。はい、せーの、はい。うわでかくない？ねずこ欲しい、ねずこ欲しい。けど煉獄さん出してあげたい。いや、煉獄さん芋めっちゃ食うとる。いきます。はい、1枚目、せーの、ファッ。あっ、富岡さん。あれ、いいじゃんこれ。え、かわいい。ちゃんと使いやすいサイズ感だべ。結構一番くじのさ、お皿ってこう平らなやつ多いけど沿ってくれてるの助かるな。2つ目、ガモン炭治郎です。うわーっしょい。杏寿郎のもの。え、可愛すぎ。これすごいね、デザイン。義勇さんはさ、ここが服の柄になってるけど、煉獄さんも煉獄さんの服の柄の炎になってる。細かっ。おしゃれ。いいじゃん、これめっちゃ可愛いじゃん。これゼノンチで使う皿。あ、オッケー。じゃあ3つ目。え、じゃあもうねずこ当てなきゃ。そうだね。3つ目。はい、せーの、あ、団子食ってるうずいさん。うずいさんの柄。ほんとだ。すごいおしゃれ。いいね。おい、男の柱しか出てねえぞ。あれあれあれ、これ炭治郎です。炭治郎出たらもうネタバレやん。炭治郎柱なるっていう。逆にここまで柱注目される作品で炭治郎柱ならん方がおかしい。確かにね。炭治郎そんな弱かったんだ、実はってなるよね。ラスト炭治郎いきます。ねずこね。炭治郎いきます。はい、ねずこ。1,2,3,4,5,6? G 賞ラバーマスコット15種なんで、おそらくこれがロットで30。これやった説ある？もう逆に4で再チャレンジしてたよみたいな。2個持ってもらって、はい、2個持ってもらって3個持ってもらっていきます。せーの、あ、ごめん、あの、4つです。7,8,9,10。最初にメタリックボードに心揺らいだんが、範囲ドキッて心臓跳ねたん。欲しすぎて欲しいってなっちゃったん。まあでも普通なんだけどね、この引きが。そうよ、10回でね、毎回フィギュア引ける方がおかしいんだ。でも YouTuber は失格。これで終わりか、今日の動画。現実をみんなに教えてあげよう。いや、そうだよね。ほぼ毎週引いて毎回10回で上位賞出してるって不気味だもんね。おかしいのよ、うん、こちら私はねずこかなお。僕はもちろん煉獄さんと甘露寺さん。いきます。はい、久々の触り心地チェック。これ
善逸伊之助伊黒さんとかっぽいな。あーちょっとコツコツね。うん、いきます。はい、せーの、はい。おお、感触通り。え、かわいい。泣いてんだ。え、めっちゃかわいいよ。もう発色いいし、いいの。並べてもかわいい。じゃあ2つ目、感触チェック。トゲトゲ、お炭治郎煉獄さん一面。割とあるな。うん、せーの、はい。かわたじょです。かわいい。妹が大切な長男です。じゃあ3つ目いきます。はい、食感はめっちゃ原野だった。せーの、はい。あ、かなー。いや、ここまで来たら原野か伊之助。そうだね。うん、いやでも待って、これ煉獄さん引かんだら終わりやけど、もう煉獄さんじゃねえこれ。つる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 、いきます。せーの、はい。大勝利、甘露寺みつりさん。かわいい。胸の谷も描かれてない。ほんとツルツル。じゃあ偽物じゃん。どうも。今回は全部快勝だったということで、はい、こういうね、しょっぱい動画もたまにはいいんじゃない。ちょっと待った、欲しい。煉獄さんがメタリックボードも欲しい。よく出てんねそれ。というわけで追加で5回だけ。あー、5回。いや、神がね、5回って囁いてきたんよ。でも前それでさ、神の囁きで神引きしたよね。そう、見ていただきたい画像があるんだけど、まず1つ目。2つ目、 G ショー。3つ目、 G ショー。そして4つ目。というわけで追加5回、とりあえず4つは G 賞です。そんな僕の5回目、はい、それでは目を開けてください。せーの、もう一回引くよ。勝った。箱ボコボコすぎ。ボコボコだった。マジでショックだった、こればっかりは。これ絶対店員さん落としたよね。でかくない？そう、早く見たいよ。見るか。見よう。じゃあそのホダちゃんが開封してる間に何で出たか見てよう。あっ、え、ナイス。おい、ラバスト4つはこの4人でした。ありがとうホダちゃん。そしてでっこ、え、めっちゃ重いんだけど、ちょっと持ってくれ。うわー、え、え、やばっ。え、ホダちゃんこれやばい。造形やばすぎん？手エッチすぎるし、ボタンまでなんかちゃんと刻印されてる。ここ見て、さちゃんここ。おー、この隙間もあるよ。いや、これ背中やば。かっこいい。これ普通に忍さん欲しくなってきた、私。これやばいね。マジでおめでとう。うわー、よかったこれ。うっ、おー、追加5回引いてよかった。え、よかったね。よかった。はい、というわけで無事大優勝に終わりました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画見て少しでも良かったねと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にジャンポングッズとテーマ曲バイタリティのリンクと各種 SNS のリンク貼っておきますので、ぜひともフォローお願いいたします。